おはようございます。あ、おはようございます。こんにちは。あ、いや。あなたがここにおるということは、またなんかずる休みらしい。いつもの方は。なんかね、分からないけど来たら今日座れと言われて。あ、マジですか。どうですか。いやいや、まあまあでもね、はい、久しぶりにはい、ご登場いただいて、はい、あの自分で喋って自分で編集するというね。はい、だから加藤さんね、京都の加藤さんなんですけれども、はい、ほら。一気に秋が来た感じですね。あ、そうですね、朝晩冷え込んで冷え込んでますか、やっぱり。すっごい寒いです。あ、そうですか。佐々木さん、はい、大阪府の方でございます。毎回楽しい動画ありがとうございます。のぞみフードさんのお披露目公演行ってきます。おー、ありがとうございます。楽しみです。演劇ご担当のたまるみすずさんでしたっけ。いつもにこやかに受付しておられて、お顔存じておりますって書いてますね。あ、今日は来てないですね。今日来てないですね。たまるみすずさん。たまるみすず。佐々木さん、ぜひまた今度のぞみさんの公演をね、読売ファミリー11月12日行かれた時にはたまるみすずさんに、はい、また声かけてください。はい、これすごいですよ、太田さん。いつもの太田さんです、はい、太田さん、大阪府の方でございます。10月18日、何があるんかなと思っていたら、なんと1500号なんですね。すごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少し早いですが、おめでとうございます。観客が多いと大西さん、すごく嬉しそうでしたね。可愛かった。ありがとうございます。ハッピーでのウォークにはブーイングでしたね。これはね、暑いんです。暑くないですよ。暑くないな。暑くて風通し悪いんです。いやいや、もう10月29日でもハッピー日和で、逆に目立ってますけどね。タカさん、ビール好きなんですね。私も大好きです。そのビール好きのタカちゃん、今日お休みで、お休みでごめんなさいね。あ、それビールで言いますと岩井さんですよ、はい、奈良県の方、クラフトビア行きたいですって、ね、行ってください、ぜひ、ね、田村さん、はい、奈良県の方でございます。ありがとうございます。桜井さんが桜井翔さんを取材された記事、楽しみにしています。ありがとうございます。あ、ブランデーケーキ食べたくなりました。この方は加藤さんでございますね。美味しかったです。ぜひ食べてください。ぜひね、皆さん召し上がっていただきたいなと。初参加です。あ、ね、坂谷さん、今後とも楽しい情報提供お願いいたします。加藤さんね、滋賀県の方、あなたと一緒ですよ。滋賀県の方ですよ。加藤ひろこさんでございますがね、ジャニーズ関連の記事がいつも多くて楽しみです。ということでございまして、助っ人の森ちゃん、はい、今後はどなたでございましたでしょうか。言ってあげてください。今週はカトゥーンの上田達也さんです。カトゥーン、カトゥーン、カトゥーン。違う違う。お待たせいたしましたと言った方がいいんじゃないですかね。すごい反響高いです。どうですか。いや、もう朝のメールからすごい上田さん楽しみっていうメールが届いてます。でね、取材行かれた南さんでございますね。はい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 。いかがでしたか。すごいスマートでかっこよくって、で、もうやる気がみなぎってるって感じ。常に熱いっていう感じ。なるほど。第一印象パッとこう入ってきた時ってどんな感じだったんですか。なんていうか、緊張感、硬派ですからね。そうですね、硬派なんですけど、あの喋ること本当にもう熱意込めて喋って、うん、真面目な方、あの方にラブラブようねろ持ってます。すごい顔して見つめてます。これはね、あのね、なんだこの物体はと。こんな表情で写ってる人初めてじゃない。おそらくですけどね、生まれて初めてちゃいますか、ハートの物体を持ったっていうの。心の声が聞こえてきたから、俺かもしれない。ただしは持っているうちに優しく、持っているうちに、あの亀梨さんも中丸さんもお持ちいただきましたと。ありますよ。あ、亀梨さんですよ。そうですね、中丸さん、ほら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 、でもこれでもできてますよね。これでほらほら、カトゥーンさんに、もう皆さんお見せできないですか。お見せできないんですか。お見せできないですか。できないですね。お前ですか。はい、これでカトゥーンが再結成ということでね、いいんじゃないですか。活動再開 ね。どうですか、そんな話。近いのかもっていうような。どんなところか。メンバーの話をすごいされてて、お今度一緒にご飯に行ったり。3人ですごい。ということは3人での活動も、いや、ぜひね、今度活動再開したら、うん、ぜひ3人さんを、うんうん、どうですか、ね、ぜひインタビューね。
ちょっと見ましょうか、はい、ちょっと見ていきましょうか。ちょっとじゃあインタビューのところね、あ、カツーンとしての活動が待ち遠しいですねっていう南さんの問いかけに、はい、あ、書いてくれてますね。あ、いろいろとね、亀だったらなんとか、中丸だったらなんとかってね、うん、まあ今回は、テレビドラマ、うーん、うん、これですね。そうそうです、言ってあげてください。ちょっと言ってください、あなた。新宿セブン。新宿セブン、いつ公開ですか。テレビ大阪へ10月16日深夜ですね、0時12分スタート。見れないですね、いやいや、録画ですね。悲しい。録画で見ましょう。悲しい、ちょっと時差の関係で見れないですね。あら、何ですかこれは。10月4日号はなんと嵐の松本潤さんと女優の有村架純さんです。これはどなたが言ってくれたんですか。なんと、あなた。まあまあそれはね、来週またしっかりとお伝えして、今回はね、上田達也君でございます。あ、出ましたよ、吉例顔見せ興行ね。あ、これが来ますと、なんとかなんか年末っていう感じですね。今の京都の南座の方がね、改修工事をやってますんで、今回はロームシアター京都が、ちゃんと公演後もあるあるある、特別のバスが出るみたいなので、バス、はい、あのちょっとね、駅から遠いので、あ、そうですか、送迎のというか、はい、お送りして、というか、はい、増便になるみたいなんで、うちのお客さんだけ。いやあ、じゃなくて、あ、そうですか。ぜひ、ね、ほんなら別に、うち、はい、別にの、うちがお金出してお送りするわけじゃなくて、便乗してると。うん、便乗です、もちろんです。あれで、読みファンオーク参加者募集って、これ募集してるんですか。そうだね、こういうか、あの、よいしょ、これいつもいただいてます。あー、岡本さん。岡本さん、お元気でいただいていらっしゃいますか。まあ、ちょいちょいね、またメールも寄せていただいてるんですが、ちょ、先日来た岡本さん。なんか別釣りになってるじゃないですか。そうですよ、これはもう特別待遇ですよ。うまいこと一枚に収まらなかった。わかるやろ、みたいな。これだけなのに、2枚で印刷になってるっていう。いや、読み方多く参加してみたいですと。でも歩けるのか不安で不安で、12キロって何時間ぐらい歩くのでしょうかね、うん、散歩じゃなくてウォーキングなんですよね。前回の写真を見ると、なんか皆さんウォーキングの格好してます。私そんなの持ってないです。どんな格好でもいいんですよ、どんな格好でもいいんですよ。また小学校4年生の息子も一緒に歩けるのでしょうか、うん、歩けますよね。歩けますよ。どうですか。ベビーカーでも歩いてます。あ、そうですか。不安不安不安。息子はぜひ編集長と喋ってみたいえと申しておりますが、1500名参加で歩くのに編集長にお会いできるチャンスはあるのでしょうか。タカさんとかも、そしてまだ申し込みは間に合うのでしょうか、ということで。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫でございますんでね。はい、もうあと、はもちもち締め切る。ちょっと早めに、ぜひね、はい、息子さんとご家族揃って、はい、ね、歩けますって、私歩かなくていいんでね。歩かなくて、あれやったら電車乗って、ね、電車乗ってもらってもそれは電車賃出せませんけど、ね、そうまあ、なんとみんな知らんやん。編集長がネットから飛び出します。あー、そうなんですか。J5 にご入会いただいてる方は27日ですんで、何時に出るか私も知らないんですけど、午前中生放送でエリアで多分、はい、エリア5時。あ、そうですか、はい、何を喋るんですかね。もうね、時間内に喋りきれるかどうかだけが心配で、あのね、僕はあのできる子よ。いや、自分らが思ってる以上に結構できる人なんで、台本読まないですもんね。ご機嫌患者にエイトのエイトークで、エイトークでございます。横山優さんと丸山隆平さんです。まあいいですね。今回はどんなテーマでございますか。テーマは、うん、はあ、どれです、ん、何がですか。いや、あるじゃないですか、皆さんの読売ファミリーの読者の皆さんの頑固道、ね、頑固寿司ではない。喜んで。あ、じゃあね、あれ、あ、そんな感じですか。はい、あ、甘みが喜んで。それに来週は、あ、松本潤さん、そうです、嵐の方がね、久々に登場ということでね。9月27日生放送、はい、ちょっと出ますんでね、ジェイコムさん、ジェイコム、ご確認の方はちらっとご覧ください。ぜひ。
わーわー言っております。以上で時間となりました。この辺で失礼いたします。ありがとうございました。